こんにちは、速稼塾の久保です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日このライブ放送では、例のやつについて、重要なですね、放送を先ほど配信させていただきました。速稼塾塾生の方の手元にはですね、私の動画が届いていると思います。そろそろ見終わった後かなというところもありますし、もちろんですね、今お仕事されている方が大半だと思いますので、後で見るって方もいると思うんですよ。まあそういうのも込みでね、今回の放送をさせていただきますけども、例のやつについて一部ですね、入金遅れが起きていたのは確かです、うん、で、私はそういう時こそ私たち一人一人がね、不安を煽ったり不安に乗っかったりとか、ましてやね、その情報を伝えてくれた人を攻撃するなんてことをするんではなくて、もう一言言ったら腹をくくりなさいってことなんですよ。これコインチェック騒動の時も同じことを私言いましたけども、こういうこともね、やっぱ予測してリスクヘッジをしているってことなんですよ。リスクヘッジですよ。リスクヘッジをしてない人に限って誰かのせいとかね、自分のお金はどうなるんだっていうふうに動揺するんですけども、そうではないんですよ。これがもしなくなっても大丈夫なようにやらなきゃなりませんし、繰り返しますけども、余剰資金で自分はやってるかなと。私が繰り返し余剰資金と言ってるのを無視して自分勝手なお金を入れたんだとしたら、それはやりすぎなんですよね。で、そういうことでいっぱいいっぱい失敗してきたと思うんですよ。その失敗をやっぱり今回もね、二の手を踏んでしまったということは、もう否定できないんじゃないかなと思います。ですけども、今回の件をね、また踏まえて改めて何か新しいことを挑戦するときには、いきなり高いところに登るんではなくて、ね、高いところに登ると落ちたら死んでしまうんですよ。だからまずは平均台も10センチとか15センチみたいな平均台から挑戦して、慣れてきたらどんどん上がっていって、あ、自分の限界は60センチだなと、こっから落ちたら大怪我だなと思ったら、もうやっちゃダメですよ。なぜかね、多くの方は60センチの平均台が渡れたんで、いきなりね、地上150メートルをね、やってるんですよ、こうやって。で、150メートルやってたら、あ、風が吹いてきたとかね言って、あ、久保さん大丈夫だって言ったのに風が吹いたじゃないですかみたいなことで驚いちゃったり、まあね、まあそれはしょうがないですけど、私の顔が詐欺師に見えるからしょうがないですけども、久保さんが騙したとかね、それどういうことなんですかと例のやつについて教えてくださいって私は言われたんで教えましたけども、別に入会を強要はしてないですからね。でもそういうのも込みで、私は忘れましょう。過去のことは全部忘れます。人の気持ちってのはそういうもんですから、私はそれを恨みに思ったりしません。ただこれをね、速稼塾のカリキュラムとして自分が発信してきたこと、要するに自分がね、誰かに対して攻撃したこととか、誰かに対して不安を向けてきてしまったこととか、挙句の果てには俺の金返せ、私のお金どうなるのみたいなことでね、取り乱した自分をもう一回ね、取り戻していただきたいんですよ。あれおかしいなと。最初にこの案件に参加してサインした時はものすごくね、ドキドキして、まず自分の無理ない金額からとか言ってスタートしたはずなんですよ。その気持ちをいつか忘れて、誰かが頼んだわけでもないのに、どっかの貯金を切り崩したりとか、大切な生活資金をそこに入れたりとかね、しまいには返礼金の日に合わせてクレジットとかカードの引き落とし日を設定してるとかね、要するに返礼金がなかったら引き落としができないみたいな状況を自分で作っちゃってるんですよ。で、こういうのはもう完全に余剰資金じゃなくて生活資金をそこに当ててるってことなんで、これは私はね、容認できないかなと。そんなことをするためにこんな話してるわけではないですからね。でも込みで、人はそういうことやってしまうんだなという、今度ね、また確認できました。まあ、ですんで、私は有料案件ですらもう人に話さないようにしようかと思います。もう完全な一緒ですもうね、教えるんだったら、教えてほしいんだったら、最初に覚悟の証拠として50万円くださいって話しますよ、もう、こうなるんだったら。で、今回ね、まあそういうことは冗談ですけども、今回本当にね、綺麗に2つに意見が分かれました。久保さんの私たちを思う気持ちがものすごく分かってきたんで、毎日のように人が不安だなと思えば思うほど、毎日のようにこの例のやつの情報発信をしてくださいました、ありがとうございましたと。この資金がもし仮にうまくいかなくても、私は久保さんへの感謝と信頼を忘れませんって方ね、こういう発信をされる方はすごく多かったです。特に女性にもう感動しましたね。私はね、それに励まされて毎日毎日、私怖いですからね、もしかして例のやつがドカーンとなって、おい、まあ、久保どうなってんだよ、まあ、大丈夫って言ったじゃないかみたいなことになるんだろうなと思いながらも、最後まで私はこの例のやつをね、信頼して、もうこの例のやつと心中する気持ちで私やってます。コインチェックもそうでしたけども、コインチェックが飛ぶんだったら俺の金はいらないみたいなね、そんな放送したじゃないですか、何回も。で、今回もそうですね、例のやつに参加して、そこがもしパーになったんだとしたら、俺も一緒にパーになってやるぐらいの覚悟でやりましたし、それこそね、まあ、本当に考えたのは、私の放送を信頼して見てくださった方が全員いなくなるぐらいのリスクを抱えながら私は放送してるわけなんですよ。そのぐらい腹をくくってやってるんで、私は資産が残せてると思います。
この、 要するに揺れない精神、ぶれない精神がきっと、多分好きだなと思って私についてきている方、ついてきてくださる方が創価塾生さんにね多いんだなっていうことも認識できましたし、反面ですねいやーすごい誹謗中傷来ましたね。ほんとね、なんだ今までの関係何だったんだろうかと思いますよ。なんか今まで数年間ね、いや久保さんありがとうございますってやってきたのが1ヶ月2ヶ月のブレでね、本当に私が悪いことをしたとかね、私が手先だとか重要なことを知っているとかね、私一人がこれによって例のやつによって儲けてそのお金を持ってとんずらしているみたいなストーリーをなんかブログとかに書いた人がいて、しかもなんか名前入りでね、速稼塾の久保詐欺師みたいなね、おおどうぞ詐欺師と言ってくださいと、別に恨みませんからと思いましたけど、もうそのブログが今なんか削除されてるらしいんですよでその方からもね、本当すいませんでしたってさっき来たんで、全然いいですよと、カリキュラムの一部です、人は誤解するもんですからみたいなね、爽やかに爽やかに進んでいこうかと思いますけどもね。いやでも本心言うとね、本当に助かったなっていうか、ありがたかったかなと思います。先ほど会社の方から、例のやつの会社の方から書面を私の方にいただいてね、もう1時間ほど前ですけどもいただいて、あやっぱり私がねどんな状況で人々の不安をこう抱えているのかってことをね、いや分かってくれたんだなと、本当助かったなと思いました。私もね、何か会社から特別な情報が寄せられてるわけではないんですよ。私が会社に対してものすごく熱い信頼と感謝を得てる、それだけなんですよ。だから不安です。いきなりね、いやいや、いきなり、一緒になって攻撃することもできるんですよ。おい、どうなってんだよ、レオナイツの会社よって。どうなってんだって、一緒になって攻撃することもできるんですよ。でもこれは私、できない。卑怯だなと思います、そういうのは。危機だからこそ、自分にできることを精一杯やらせていただこうという姿勢で私は今までやってきたと思いますし、だからこそ、今ね、9000人も1万人も迫る勢いのチャンネル登録者の方がついてきてくださってると思うんですよ。で、失敗した時こそ私はね、胸を張っていきます。失敗した時こそ、人生に失敗がつくもんだから、こういう時にどんなリスクヘッジをしていたのか、その失敗から何をつかむのかっていうふうなね、そんなことも考えてやってきました。だから例のやつが本当にね、資金がうまくいかなくって、不安に思われている方のその通りになったとしても、私の見る目がなかったと。で、私の見る目がなかったばっかりに多くの方に迷惑をかけたなということで、今度は謝罪の全国47都道府県行脚、これも考えましたからね。で、私のようにやれっていうことではないですけども、きっとこんなことを考えながらやってる人っていないと思うんですよ。単なる自分の資金、単なる自分のお金、単なる自分の不安、単なる自分の利益でやったと思うんですよ。だそれはもうしょうがないんで、そこを責めることはないです。ただやっぱり振り返ってみると、その例のやつのね、会社の社長さん、役員さん、幹部の方、社員の方、カスタマーの方、全員がですね、世界中を飛び回って、それこそ本当にね、決められた月給とか相当な量の労働とかね、それからカスタマーサポートなんて一日中電話対応ですよ。一人の人が同じ質問ばっかりやってるんですよ。同じ質問に答えてるんですよ。そういうことを想像した時に、俺たちは何もやってないなと。何もやってないのにトラブった時だけなんかね、傘にかかって人を詐欺扱いしたりね、ダメな会社だとか、これは会社としてどうなんですかねみたいなことをね、打ち明けあったりとか、私の方にまるでね、会社を攻撃するように進めてきたりとか、そういうのはまあちょっとねないんじゃないかなと思うけど、それもしょうがないです。いろんな考えがあるんでね、いろんな考えがあるんでしょうがないです。で、そういうのも込みで、私はね、別に失望したりとかがっかりしたりとか、そういうことはなかったです。当然のように人の心が動いて、当然のように多くの人が動揺して、そして当然のように今私の放送を待ちに待っていたんだと思うんですよ。で、私もね、皆様に会社の、報告として、正式な報告として文章付きで、お届けできるところにね、あ、やっぱり私がこの例のやつの会社をね、1ミリも疑うことなく歩んできてよかったなと思います。で、疑ってないからこそ、私はリスクヘッジも同時に皆さんにお勧めしてきたんですよね。というのは、事業っていうのはうまくいかないこともあるんですよ。会社っていうのは潰れることもあるんですよ。そういうのをほとんどの人が忘れてしまうんですよ。この会社はずっと大丈夫と、絶対はないと言いながらも、絶対ってものを、なんですかね、リスクヘッジをしてないんですよ。絶対と思っちゃってるんですよ。だから絶対はないですからね。この文章が出たからといって明日飛ぶかもしれませんよ、ね、そういうことも今回覚悟してもらいたいんですよ。どんなことでもいきなり心臓が止まることもあるんですよ。これあんまり信じてないと思いますけども、明日はもう生きちゃいないかなっていうふうに考えて、本気で考えたときに今日の生き方って変わるはずなんですよ。いつまでたっても、ね、FX の力つけないとか、 FX 始めないとか、ちんたらやっているとかね、 YouTube の量産をやるって言っても1000個2000個すらできないとかね、一体どこで稼ぐんですかって話ですよ。私のところに来た方っていうのは、少なくとも自力で稼いで自由な時間とお金を手に入れたいと思ってるはずだ、そういう方ばっかりだと思うんですよ。特に私は
39歳まで売れない麻雀屋の親父ですからね。麻雀しか仕事なかったんですよ。パソコンなんてないですよ。パソコンなんてなくて、麻雀屋の親父で毎日毎日16時間麻雀しかやってなくて赤字で、そういうのが私がネオヒルズみたいなのテレビ番組を見て、あ、ネットビジネスが稼ぐらしいんだと思ってね。でネットビジネスで稼げるかもしれないと思って商材をなんか40万ぐらいで買って、それを3年間やり続けて1億円以上作ったと。その暮らしが今40歳から始まって43歳になって一戸建てを買うことになって今46歳ですけども、ね、まだ6年しか経っていませんけども、今私はものすごくね、自分の生活を自分で作れたなという思いがしています。でも本当にね、本気でやればこういうことが起きると僕は思うんですよ。で私がやったのは騙されてるかもしれないっていうのを全く考えなかったです。徹底的にやることによって騙されてるのか騙されてないのかってことが分かる、それだけだったんですよね。アフィリエイトやってきましたけども、アフィリエイトで稼げるに違いないとか、アフィリエイトは詐欺かもしれないなんて考えなかったです。とりあえずは作業を3年間やってみてどういうこと結果が出るかなということだったんですよね。もう徹底的にやり込んだんですよ。 FX もそうですよ。 FX は今年3年目ですけども、2017年は1日たりともプラスになったことがないんですよ。でもやり続けたわけですよね。全てのことをこうやって闇の時代を乗り越えて攻略してきたと。で、このね、ネットワークビジネスもそうですけども、うまくいかない時期も当然あるなと思いながら最初の1日目を迎えてるわけなんですよね。まあ、そういうことを考えると今本当に懐かしい思い出だなと。今回のことも速稼塾のカリキュラムの一つになるなと思ったんですよ。自分の思っても見ないような悪いことが起きた時に自分の進化が試されるんですよ。危機に陥った時に自分が何者なのかってことが分かるんですよね。また人のせいにする人なのか、またなんかごねている人なのか、それとも真摯に自分の状況に向き合って、じゃあどうするってことを考えていけるのかとかね。そしてすぐ人のせいにする人なのか、それとも自分が選んだことだから、そこはそこで人に責任を押し付けるんじゃなくて自分の反省材料にしようとかね。であくまでも自分が参加した最初の気持ちを忘れずについていこうと思うのかね、いろんな思いがあると思いますけども、全てね、毎日のように自分で自分に評価を出してるんですよ。誰かに噛みついてみたりとかね、損をしたのはお前のせいだって言ったとかね、自分の選択したその選択肢は正しかったのかなとかね、撤退するべき時に撤退しなかったのは誰なんだとかね、いろいろあると思います。これ以上言ってもね、なんか単なる、じゃあコメント読ませてもらおうかな。試練ですね。これはありがたいことなのかもしれません。さすがですね。そうですね、そんなことがあると思います。逆風っていつでもあるんですよ。状況が悪くなる時に自分の進化試されますからね、よく言うことですけども。でも予定した入金がなかった時にすぐに不安になって人に噛みつくのか、それとも入金がないけども、じゃあこの入金がない状況の中で自分の暮らしをどうしていこうかなと、自分はこれ依存になってなかったかなと、他に収入源っていうのは考えてみたらなかったな、やばいなと思って FX を始めた方もいると思います。アフィリエイトを始めた方もいると思います。いや、こういうやばいながきっかけにならないとやっぱね、もうどんどんボンクラになっていくんですよ。だからやばいなって感じるこの危機感って大事なんですよ。平和な時だからこそ、順調にいってるからこそ、リスクヘッジをその時にしとくんですよ。だって危機が訪れた時とかにはもうリスクヘッジ間に合わないわけですからね。安全な時に保険をかけておく、安全な時にトレーニングをしておく、安全な時にいろいろやっておくってことです。皆さんいかがですかね。地震が起きた時にどうします。私は水、ペットボトル2リットル200ケースそこにあります。食事も1ヶ月分、4人が1ヶ月食べる分だけおやつ付きで3食あります。保存食がね、それは全く変わってないんですよ。それと同じ考えで私はお金に対しても、この収入源がなくなっても大丈夫なように作っておく、この収入源がなくなっても大丈夫なようになっておく、自分の預金が全部閉鎖されても大丈夫なように生きていくと、こういうふうなね、リスクヘッジ、いろんなことを想定しながらやっていくってことを速稼塾の放送の中でね、今までもお伝えしてきましたし、これからも伝えていこうと思うんですよね。で動画の最後になりますけども、だからといって人のミスに寛大になることはすごく大事なんですけども、だからといってこれね、追求するなってわけじゃないんですよ。こうならないようにどういうふうにしていけばいいのかってことを我々当事者として、ね、やっぱりどん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 、提案していかなくちゃいけない、そういうところもあると思います。私はこの度提案させてもらいました。皆様いかがでしょうかね。いろいろと自分にできることが何かなかったのかな、自分にできることがないっていう状況は何とかしないといけないですよ。それは完全に他者依存ですから。
どんなことに参加しても自分でできることをきちんと残しておかなければならないのかなと私は思いますけども、皆さんいかがでしょうか。それではですね、暑い中放送を見ていただいてありがとうございます。本当にでも本心言ったら本当に良かったなと思いますよ。やっぱりね、私もねビビる時がありますからね。ビビる時があって怖い時だからこそ強気に行くわけですよ。それで大体うまくいってきました。それでは皆さんね、今度はインドネシアで会いましょう。失礼します。